5月1日全日本プロレスがいよいよ東京ドームに進出します。その東京ドームに出場したいというレスラーをこのシリーズで試す、それがエキサイトシリーズ、98年のエキサイトシリーズです。東京ドームに向けてまず全日本金丸、そして邪道外道の外道が登場しました。背中に外と外道の外という風に書いてあります。髪の毛を金色に染めているのが外道、そしてエプロンサイドで待つのが邪道です。ロープに振る、おっとパワーに金丸倒された。ドロップク、もう一発、いきなり場外、そしてプランチャー見せるか。いつもながら、おっとしかしいつものようにはいきません。さあ腕を取られます。いきなりエキサイトしてまいりました。ダブルのラリアットかわす、ドロップキック、小川も入る、ドロップキックが連発。いやはやいきなり、さらには見せてくれます。金丸義信、全日本プロレス自らの青いマットを守らんかのごとく外道が睨みを利かせます。邪道外道、平成5年からこの2人タッグを組んでおります。外道が小川と対することになります。元世界ジュニアヘビー級王座の小川義成、この赤いコスチューム、冬木軍プロモーションの邪道外道、現在リングは外道が上がっています。おっと首を挟んでいく、あーちょっと苦しそう、苦しそう、バタバタしています。おへそが見えようかというようなそういうコスチューム。現在リングにいるこの外道、174センチ98キロ、お飛びついていった。しかし小川、うまさが目立ちます。小川がレスリングの王道を見せていきます。そして金丸が若さの王道を見せていきます。その王道に対する邪道外道、冬木軍プロモーションからこのエキサイトシリーズ5月1日東京ドームの参戦を目指しています。あーこれは手荒い歓迎と言ってもいいんでしょう。馬さの中にも目立ちます。邪道が見守ります。リング中央、小川義成、そして邪道外道の外道です。関節技グラウンドの攻防が続いている。足をここでロックした状態からキックで入るのは邪道です。180センチ110キロ、昭和43年9月28日東京出身のこの邪道、平成元年の3月10日オランダアムステルダムでプロレスのデビューを果たしました。給料振込を東京三菱銀行にするとワールドクロック、金曜日全日本プロレスがいよいよ東京ドームに進出します。この後楽園ホールと東京ドームはまさに目と鼻の先です。その距離を埋めるために邪道外道、全日のマットへ、おっとバランスを崩した、しかしハンマーを落とすことができました。左の腕をひねります、膝がつく、返していきました。第2試合に登場しています邪道外道、冬木軍プロモーションの2人、ダブルのタックルです。このエキサイトシリーズではこの邪道外道の2人、後楽園の2連戦を含め8試合に登場します。エキサイトシリーズが2週間で10試合行われるシリーズだけに、ほぼこのエキサイトシリーズ前線参戦といってもいいこの2人です。5分経過、5分経過しました。98エキサイトシリーズ開幕戦、東京後楽園ホール、注目の冬木軍プロモーション邪道外道の2人が全日のマットに上がっています。その右の足を包むコスチュームには外道参上、そしてこれは全日本プロレスの主力のメンバーもこの戦いを注目しています。小橋選手の顔も見えました。さあ邪道が入ります。こちらが邪道です。身長180センチ、体重110キロ、29歳になりますこの邪道です。金丸の左の腕を絞ります。き
つく絞る金丸の血液が出てくるんではないでしょうか。ぐっと絞っていきます。金丸も返す。そしてブリッジで上がって逆に絞り返します。ねじり返します。そのままコーナーへ持って小川へタッチをしました。邪道下道を迎え撃つのはこの金丸義信と小川義成です。5月1日全日本プロレス後楽園から東京ドームの進出を、このシリーズに参戦している選手はこの東京ドームを目指す選手です。さあロープに振った小川が振られる。ドロップキック。髪の毛を金色、白に近い金色に染めているのが下道です。ジャーマンに、いや、スープレックスを見せました。おっとリングの外に落とした。小川が落とします。さあ下道がリングの下に落ちました。そこへ金丸が突っかかっていく。さらに鉄柵へ思い切り振った。ガツンときました。さらにキック、胸元へ一発、二発、後頭部へ。そしてリングへと戻していきます。さらにコーナーを使ってグッと痛めつける。左の膝が痛い。そしてコーナーを使って、コーナーポストを使って小川が見せてくれます。円熟見ました。その技、さらにそこをめがけて金丸のキック3発。手洗い歓迎を受けております邪道下道。数々のインディーの団体を経験してきました。しかし全日本プロレス、いわゆるメジャーの団体に登場することはなかなかありません。この2人、それだけにこの後楽園ホール、歓声ももちろん起こるんですけれども、この2人の戦いを見ようとじっとお客さん、このリング4人の姿を見つめております。5月1日全日本プロレスの東京ドーム進出を自分のアピールの場にしようという邪道と下道。このシリーズにはこの他にもキングダムにいた高山義弘、柿原、そしてバトラーズの池田、モハメドヨネ、さらにはレスリー夢ファクトリーの神風、そしてフリーの小坪、さらには新東京プロレスの奥村と、そうそうたるメンバーが名前を連ねています。まさにオーディションシリーズであります、エキサイトシリーズ。さあリング中央は邪道、余裕の笑みを見せました。金丸をキャメルクラッチの体勢からストンピング起こします。赤いコスチュームがこの青いマットに生えています。ボディースラム、腰を打っている。ここで下道にタッチをします。さあここは下道にタッチをします。下道がコーナーへ振った。そこからキックで返す。さらにはセカンドロープから、おっと金丸が大技、逃が続けます。そして抱えてボディープレス、ボディースラム。さあトップロープからメンサルトプレス、飛型点は満点。カウント 2.8。レフェリーの手が10センチのところで止まりました。丸め込んだ。このまま行くか。カウント2で止めています。さあ大技を連発した。突撃、この攻撃を見せるんです。下道、邪道がラリアット。いやいや、今までこのテレビの前の皆さんも見たことのないようなファイトを邪道下道が繰り広げています。さあ2人のタッグのコンビネーション、ラリアットが2発、そして小川をダブルのラリアット。リングは邪道と金丸。お、お客さんにアピール、引っこ抜いた。垂直落下式の、ん、違う、これはパワーボムのような感じに行きたい。パワーボム、そして下道がボディープレス、カウント入った。カウントが3つ、カウント3。邪道下道勝ちました。全日本のマット初登場、初勝利。
5月1日全日本プロレス東京ドームへ向けて強敵、素晴らしいファイトを見せるこの2人登場しています。